初めの一歩本日は令和4年2022年の3月29日ですね先日メルカリで届いたばかりだったんですけども2日間読めてね少しずつ2日間に分けて少しずつ読んだんですけども今回前まず不満だったのかね不満というかねもう一息何とかできなかったのかなっていうのが幕の内一歩君のちょっとねファイティングポーズが見れなかったこととあと高村さんの動きですね今回は、うん。やっぱ高村さんが出てないとダメでしょう。 高丸さんの動き今回どうだったのかなってことを詳しくは言いませんけどもうん、ちょっと期待してたんですけどもね、えー、もうひひねりいたんじゃないかなと思いますでもねすごくいいところもあって例えば前半はあのー、なんですかね千道さんの後輩で星っていうのとねあとは板垣くんのライバルで誰今井京介っていうのがいたんですけどこの二人が高さってましたねすごく我慢比べでこれがどうなったのか ってことが前半の3分の1から描かれてるんですけども、ここでまずね。あのマクロチップ君とか、それから高村さんがいないこととかも全部払拭されるようなバランスでしたね。というのがね。初めの一歩ってマクロチップが主人公でもないんですよね。まあ、登場人物全員が主人公だよって言ってるくらいにあの星今井。 っていうストーリーでも十分スピンオフの作品が作れるぐらい練り込まれてるんですよ、まあ、そういうところもあってなかなか興味深いなっていうところですよねそれからもう一つね見せ所があったのがマシバリオですよね後半はマシバリオに、えー、すごくねスポットが上がっていてマシバリオっていうと幕内一歩くんのまあねもう一歩で彼女のおクミちゃんクミちゃんのお兄ちゃんなんですけどもねうんマシバリオはね最初すごくね悪党を みたいなヒールキャラだったんですけどもいろんな経験の中でうーんなんかいいやつみたいになってねそれからあの鴨川ジムで木村っていう一歩の先輩がいるんですけどもその木村が日本タイトルを取るか取らないかってところで真柴と戦った時、えー、本当にこのすごい戦いだったんですけどもその後はねもう木村とかも真柴のなんかファンみたいになっちゃってね。う 単純に憎しみ合うとかじゃなくって自分を負かしたやつだから応援したいなって気持ちがこのボクシングの漫画には結構出てくるんですよねこの「はじめの一歩」にはだからそこがなかなかねうん今回もねあの駒の隅っこに出ていてよかったなと思いましたね松葉亮を応援する木村そして青木というねこの二人の横顔がちょっと見えたのがよかったかなと、うん、あとそうですね今回ね久美ちゃんのね 一歩くんに対する気持ちもちょっと注目じゃないかなと思います。というところで、えー、マクロチップくんのボクシング試合はないんですけども、楽しみました。ありがとうございました。